これは最終アンチまでいけそうだね。さあこれアリケンフィッシュ投げ、おっと、ワンパーティーアリケンフィッシュでリブル君倒していった。まあ倒せたな。なんだって？アリケンのクリエイターサポートのコードが知りたい？しょうがねえな、教えてやるぜ。大文字で ANAI アナイでお願いします。ぜひぜひ登録していろんなアイテム買えような。それじゃあ動画へレッツラッゴー。それでは見ていきましょう。マウフィンたちの、ゲームタイトル、絶望からの希望マッチです。さあ絶望からの脱却ということで、さあクレンがこれはさあやられてしまいました。まずはワン絶望、ちょっと31だからこれちょっとねサージ出さないとまずいね。さあここは目の前ライトを倒している。さあマウフィン目の前に、さあ敵がいるが、ここはアサルトライフルタイムでやり合っていく。さあ2対1しっかり人数有利を使って、さあ勝っていった。さあ目の前のルイサナをマウフィン撃破。さあ横にいる人間もここはラギスゴリ押しで撃破。ここはキルに行くのか。さあ一気に目の前囲んでやっていくが、さあマウフィンが残り1人になってしまった。さあハイグラに1人だけ残っている。さあなかなかハイグラは取れないので、マウフィンここは一度降りていきます。さあ下にはシンクオントップが残っている。さあシンクロチームが、さあ先ほどの試合ギリギリで、ね、ギリギリ勝っててポイント貯めて上がってきたシンク。1試合目からシンクのチームも、さあエンジンかかっている。さあマウフィンここ入っていきます。上から降りてきた敵がやられて、さあ現在に、さあマウフィンしかし HP がないので、そのまま真空1試合目1位。どの視点見ても多分あっという間、よりどり緑、 OK、 よりどり緑、 OK、 OK、 面白かった、任せる、 OK、 OK、 あーよだれ出ちゃうぜみんな、よだれがジュルジュル出ちゃうぜ。さあマウフィン目の前メイシーフィッシュを倒して、さあマウフィン回復します。さあメイシーフィッシュ活気を入れて、さあボブも横からやられてしまっている。あれだね、多分ボブたちがサージでしんどいっての分かって、ちょっとだけサージ食らった後に攻撃しに行ったね。やっぱりああいう風に状況判断でどんだけ有利な盤面を作れるかっていうのが、やっぱりこういうレベルの高い試合では大事だからね。さあロードが入って、さあ上を取ってるのは、さあファイヤーたちが上を取っている。さあローグラウンドのマフィンチーム、ハイグラウンドのラズライトイヤー。さあハイグラのファイヤーたちを見ていきましょう。さあラズレたちハイグラから、さあ下を見下ろしている。さあラギスたちはまだ生き残っている。さあここはスイッチでのサルジが落ちてきたところ、マーフィーショットガンで撃破。さあ最終局面、さあネフライトさんもいるぞ。さあ上からキルを取りたい、どこを見ても面白い。さあでも下がやり始めました。さあここはマーフィーたち、ネフライトさんたちを倒さなきゃいけない。さあしかしラズエルが1人、ネフライトさんチームを1人倒した。さあ降りてきたところ、マーフィー倒していきたいが、さあ資材はたくさんあるので、さあギリギリまで耐えて10ダメージ食らって、これはキットを巻こうとしますね。さあしかしこれは間に合わないんじゃないのか。さあギリギリまで歩いてキットを巻く。さあ上から降りてきたのはライトたち。さあライトのチーム、ファイヤーが1人生き残りました。さあ残り2チーム、これ 2v1 ですね。さあクレーンを倒して、そのままファイヤーチーム1位でフィニッシュ。さあアリケンサーバー1、2フィニッシュ。2位がマフィンたち、1位がファイヤーたちです。ナイス。さあアリケンフィッシュが6個あるが、これ回復勝負に使うか。これあんま投げて使わなさそうだね。いいね、アリケンフィッシュがどっかで活躍、もう最後死ぬってなったらどっかに投げればめっちゃ強いからな。さあ目の前自分たちの壁にして、ここは張り替えて、さあ倒していきたい。さあ山が腰打ちで倒せるか。目の前の鈴をハープンガンでゲット。さあ瞬射の HP は削りまくっている。さあもうアンチがムーブ。さあ目の前にはスモールフィッシュ、山は戦うが瞬射が回復勝負している。足りる。さあ落ちていたお魚を食べて、おー、さあシュンちゃんたちも1位を取りました。あラズライトイヤーどんぐらいだった？あ73位、やばいな。じゃあラズライトイヤーも、あーうまい。さあ残り1人、さあここは活気を優先していきます。さあリブル君このね資材を取りに行くのもねしっかり早いんだよな。さあ残り資材143、143、137、133、これは最終アンチまでいけそうだね。さあこれアリケンフィッシュ投げ、おっと、ワンパーティーアリケンフィッシュでリブル君倒していった。なんでアリケンフィッシュなの？俺に顔が似てるから。さあどっちが回復勝負するか分からないが、どっちもないんじゃないかな。ああそうだ、こっちだね。さあトカゲさんが
さあここ、おーうまー。そう、目の前にも敵がいるが、ここは隠しを優先。さあもう一人もやられて、そのままフィニッシュ。ビークラおめでとうございます。ナイス。あ、ライトクラッシュ。さあライトはこのマッチではクラッシュしてないんだね。さあ現在72ファイヤーたち、さあどこまで上げることができるのか。さあ目の前でアクアかける。いいとこ投げる。お前めっちゃいいとこ投げる、めっちゃいいとこ投げる。いいよいいよ。さあ敵ローグラを無理やりもうこれで取ります。めっちゃいいとこ投げる。ナイス。さあこれはアリケンフィッシュで1キル。さあ目の前の物資拾って、さあワンボック勝負。さあしっかりライトが撃破、うまい。さあ張り返したい。さあ先に敵の進行方向に壁を張っといて自分の有利にする。さあ目の前落ちて、うまか、うま。さあしかしこれ山上だからちょっと登んないとしんどいね。さあ残り2パーティー、いやーこれ無理だな。これさあ降りてきたところ、ラゼルやって、マンフィンを倒せるか、倒せるか、倒して。さあ残りマンフィンチーム対ファイヤーチーム、また、うわー1試合目の逆だ。あ、1試合目はシンクたちか。あ、シンクたちだった、ごめん。あれでもファイヤーたち、あ、うん、ファイヤー対シン、んちょっとごめん、シンクたちか、ごめんごめん。でも待って、この試合じゃない、ライトたちもクラッシュするの。待って、ライトがクラッシュするのもこれ、え、もしかしてけどライトもこれクラッシュするの、マジ。クラッシュすることある、世の中で。どこでクラッシュするでしょうか。ナームー、ああ、いやここじゃないと思う。さあラゼル車に乗ったまんま行ってしまうんでしょうか。さあどうなるんでしょうか。ナームー。さあファイヤー 1v2 です。さあラゼル、ラゼル援護援護、ラゼル援護行かないと、ラゼル援護援護、ラゼル、ラゼル援護行かないと。何してんの、ファイヤー死んじゃったよ。ラゼル援護。さあアリケンフィッシュを食べていく。さあ食べることもできるアリケンフィッシュ。え、ちなみにスティンクボムです、スティンクフィッシュです。はい、別名スティンクフィッシュでアリケンフィッシュ。さあボブたちがいいね、稼いでるね、ボブたち。さあしかも回復勝負できる。クレンさんやられてたよ、いいよ。やっとこいつら、あーびっくりした、70、80、いやボーダーには届いてない。んしかもライトタッチもクラッシュのせいで落ちてんな。さあストームサージ、うわー、ラゼルたちここ稼がないとマジで無理よ。さあもう突っ込んでるね、ライトが。ナイス、マジで、うわー、でだだだだだ、サージ稼げた、一人の命でサージ稼げたならもう全然十分。いや狙われるな、アリケンフィッシュで狙われてるな。逃げろファイヤー、さあ死ねなくなった。うわーこれはー、やっぱさアリケンフィッシュマジ強くね、今日だいぶねあれで勝ってるやついるよ。さあアンチ外から来ている。さあ気づいているか、さあ瞬間後ろから撃たれて、さあリルがワンキル。さあ目の前の敵やり合って一発アンチ外ダメージ。さあここは後ろから逆に狙っていく、惜しい。さあ瞬間うまいぞ、さあカウンター拾って、さあしっかり、うまい、うまい、倒せればでかい。さあここは倒して2キル分。さあシュンシャン1人、え、さあでも 1v3 です。え、あ 1v3 か、 1v3 だね。あ 1v3 だ、いやさすがに、頑張りすぎでしょこいつ。うわーシュンシャン1人で161ポイントまで稼ぎました、ジジ。あ、さあボブもいるよこのマッチ。ってことはボブとライト上行った方があのクオリファイスこれ。行くな、ちょっと待って、ボブがやられとる。嘘でしょ、あれ、うわやられ、いや一人いるわ、リアリーが、うわ二人やられてる。まあそうね、もうアンチがやなこれは、そう、一旦それはそう。さあできるだけ撃たれてるリアリー。さあ大丈夫か、うわ相手も当てなきゃいけないからやっぱり。なるほどね、ってことは車線さあ切れる一応。さすがにここまで深追いはしては追っては来ないと思う、もう本当にやばい。ライトが俺見ててって言ってるよ、俺見てて。あるか、いや落とせるのやってる、絶対なんかこの左落とせるね、きた、あもうもうやってるやってる、うわ逆にやばすぎる。え、どうやって生き残るのこっから。えぇ、ー、何が起きたのか分からないけど、えぇ、ー
倒してる倒してる。しかも誰もかけてね。いやもういやいやいやナイス。あるあるある。7チームあと。うまい。ナイス。お前 AV に。あるある。さあここでさあライトミニポーション飲んで、さあしっかりともう一度戦える。さあ落として上の敵。さあローグラー誰もいない。目の前にクリア。全員で撃つか撃つか撃って落として倒す。やってる。さあ横から出てきたのもライトしっかり周り見て。さあワンボック勝負。ケを倒せ。6位。さあ99ポイント。クロッパーがあるよ。さあクロッパーがあるので一度横から出る。頑張れ。ねえ残れ。いや頑張れ。やばい。さあ残りラゼル。クロッパーが2個生き残っている。資材も残りだ。いやそれ危ない。さあさああと1位残る。いやあと1位あと1位。クロッパーガブ飲みしろガブ飲み。ナイスナイス。そいつだけど2位。後ろ取れてる後ろ取れてる。いや入れ入れ入れ。やれやれ。うわうわわかいやわかんねえ。104うわ2位行きたかったな。でも今のさあ次なんち見えてたらさビクロビドーザス。さあ見ましょう。見れない動きだったんだねあれはね。そうね。冷静に考えるとあれ良かった。いい判断。いやでもよく伸ばしたあそこまで。微妙だね。じゃあ行くよみんな行くよみんな行くよ。一緒ランキング。さあ、33位までですね。さあ、シュンシャン一おめでとう。ありがとうございます。マミたちもおめでとう、ごい。あら、あった。俺たちまだ見てないんですよ。やば。え、見てないのまだ。え、見てないの。待ってて、あれ警察で待ってて。うわぁ、行くぞ。一緒に見よう。運命の瞬間。どうなんの。はい、じゃあ、9から10位で5ポイント下がってる。20まで行こう。10でした、今。20まで。15まで行く、1回。15? おおおお。頼む。うわあらららら。結構あるよ。20まで行くよ。20まで行くよ。あらららら。全然下がんねえ。下がるから下がるから。27ポイント5人。こいつら何？104でしょ？104でしょ？104。25行くよ25行くよ。いや25行こう。一気に下がる。さあライトファイヤーラゼル明日進出です。おめでとうございます。よっしゃーイエーイ。あーいいねー。あーシュート36位欲しい。ミルム君が欲しい。もうやめの下みんな下みんな。いやそうねそうねそうね。見なくていいか。皆さん、おめでとうコメントをよろしくお願いします。皆様はい、ここにいるみんなを気持ちよくさせてあげてください。すごい。すごい。俺らは気持ちよくねえけどね。しょうがない。来週頑張ろう、来週。はい、ということで、今日の FNCS 観戦、これで終了ということです。行った人たちおめでとうございます。残念だった人たち、来週頑張りましょう。それじゃあ、皆さんお疲れ様でした。これで配信終わりにしたいと思います。それじゃあ、皆さん、せーので、またのお願いします。お、山ちゃん、6000円ございます。スパちゃん、ありがとう、みんなありがとう。せーの。またな。バイバーイ。またなー。